茨城県道53号、筑波千代田線は、茨城県内の筑波市から、霞ヶ浦市に至る県道である。筑波市町、高野の茨城県道45号筑波、毛河線交点より、東方角へ進み、筑波市小田、土浦市本郷を経て、霞ヶ浦市へ、土田の国道6号まで東西に結ぶ、約 20km の路線。筑波市地区補で、国道408号の、 教員研修センター北交差点に使用通り、入り口交差点間の一部区間が重複する。路線名称にある千代田は、平成の大合併により発足した霞ヶ浦市の旧自治体の一つ千代田町に由来する。1977年2月14日、前進にあたる、県道場、土田筑波線、県道、総道地区派線の一部を廃止。 統合して主要地方道に昇格した新たな県道路線として、起点を筑波郡大保町、終点を新張郡千代田村とする県道大保千代田線として路線認定された。路線認定当時、終点は千代田村下、土田の国道6号交点であるしも土田北交差点にあった。路線名の大保は、後に、 つくば研究学園都市の関係町村を合併したことに伴い大募町が消滅してつくば市となった。1995年に茨城県道の整理番号の再編を機に路線名称と整理番号が変更されて現在の県道つくば千代田線となった。つくば市街地から石岡、水戸方面へ短絡できるルートのため比較的交通量が多い。 つくば市北大田から小田にかけての区間は、バイパス化されている。茨城県道53号、つくば千代田線つくば市、大曽根終点、下、土田南交差点かすみがうら市内の区間は、果物狩りを掲げる観光農園が多数立地する。農園によって、果物の種類は異なるが、リンゴいちごブドウ梨、栗などが収穫できる。福音、曲線半径。 勾配その他道路の状況により最大積算4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。